小郡市リポーターの安武です。ただいま、こちらは今年秋オープン予定となっております、小郡市のコストコオープン予定地に現場に来ております。後方ご覧ください。今、まさに工事が執り行われております。さて、これからどうなっていくんでしょうか。小郡市のコストコオープン予定に向けて期待が高まっていきますが、それでは今日はこの辺を現場検証したいと思います。様子を見てみましょう。行ってみましょう。移住するなら今ですよね。今チャンスかも。なかなかいい見晴らしよ、ここ。こちら現場からです。こちら現場からです。我がふるさと小郡コストコですよ。山かもう。ほんに山か。あ、もう誕生日おめでとうっつって。へいへいへいっつって。敷地面積約68000平方メートルらしい。小郡の光たちが乗ってるよ。小郡の光待ち望んでおりました大型量販店コストコでございます。ダンプカー、トラック出入りしておりますが、ちょっと待って、いつまでこれ続くんでしょうか。今日ネクタイなんか締めちゃってただでさえこのロケさ1年ぶりじゃない、ゆうやこれゆうやさ、ブラザーゆうやちょっとリポーターになりきったよ。いや似合ってますよ本当。このままやりますか。このままやるんか。ちょっとこれ堅苦しくないですか。これものすごいなんかもうもう脱ぎたいこれじゃあ着替えます。あ、もう一回。じゃあ、着替えます。はい、普通に戻りました。小郡になんと、みんなの憧れ、コストコがオープンするということで、コストコ行きますよ。私、はい。もちろん、小郡できたら会員になりたいです。ちょっとね、どんな感じなのかなと。この周りがね、何があるかなとかね。いやー、すごかよ、これ。ここをね、すごい便利がいいんですよ。小郡インター、降りてすぐ、目の前ですよ。まあ、コストコといえば、アメリカ発祥の会員制大型量販店。なんと、日本で一番最初にできた場所が福岡県らしいよ。久山かな。あっという間に全国にね、展開されて、今33店舗あるらしいよね。で、ここが34店舗目ですかね。すごくない？我がふるさと小郡コストコですよ。さあ、この辺のね、景色がどう変わっていくかよね。コストコ商品ベスト3。あ、悩むね。安武が選ぶベスト3。やっぱり、これでしょ。ディナーロールでしょ。めっちゃいっぱい入っとくけどね。レンジで、ちょっと何秒かチンして、でその後オーブンで、まあトースターでもいいけど。それが3位。いや、1位。あ、1位言っちゃった。あ、1位言っちゃった。1位言っちゃった。もう2位、3位の立場がちょっとかわいそうですけど。番組名今日言ってないんじゃない？あ、言ってないや。番組名、安武日常よかとこ TV、ドキドキ歩き、小郡市、コストコオープン予定地編ですね。そう、安武チャンネルもね、なんか気づいたらね、1000人登録者ね。そう。なんかいつの間にかって感じ。まあ、チャンネル登録、もししていただけるなら、ポチッと押していただけると、嬉しかです。では、コストコの周りを今から歩いてきまーす。上岩田の交差点のとこまで来たね。はい。さっきコストコのとこから、小郡インター南交差点のとこまで、ちょっ歩いてきて、で、そこを、オゴリンター南の交差点を、鳥栖方面、右に曲がって、で、こっちまで来ました。はいはいはい。ここは、まあ、ミニストップがあって、で、この上岩田の交差点、この右になんと、遺跡があるという。ね、遺跡といえばね、はい、三沢編で、ね、歴史資料館、お世話になりました。意外とね、この辺、車でしか走っとらんやん、いつも。ゴーリは遺跡の街っすよ。これは天城線。まあ、コストコがさ、できたらさ、なんか新たにね、はい、コストコの、ね、近く、新しい駅もね、はい、話が上がっとるみたい。まあ、どげんなるかわからんけどね。でも間違いなくね、コストコの最寄りの駅できたら利用者はめちゃくちゃ増えると思うけど。これをね、あ、ふれあい岩戸公園。ゴーリ灌漑石群。上岩田遺跡。すげえな、今から約1350年前だよ。の役所の跡か。もう俺も歴史が深かね。なんか、歩くのっていいよね。車だけじゃわからんね。ゴーリの良さを知るためには、歩きとかで散策するのもいいかも。さあ、この通りはラーメン屋、うどん屋、うん、人気店がありますよ。結構な頻度で食べ行くかも。こちら看板見えてきました。はい、大砲ラーメンおごり店です。これ裏、裏からです。で、その真向かいになんとミーうどん。花大さんもここで食べて紹介してくださったりとかして、でもね、まだ一度も行けてないよね。あ、今日ラーメン食いたいなーって思ったらこっち、あ、うどん食いてーって思ったらこっち、ここずっとまっすぐ行ったら僕の毎年故郷で開催させていただいているおごりコンサートの会場が歩いていくとございます。宣伝してきますか。あ、お願いします。ここに出ますかね。ここに出ます。いつもそれやります。出ました出ました。はい、はい、こちら、おごりコンサートを毎年10年前から開催させてもらって、今年10周年となります。タイトル、おごりの光というタイトルです。6月の8日、開演時間は2時から開催いたします。チケットは絶賛発売中です。ぜひ皆さん、6月の8日は、おごり市文化会館大ホールでお待ちしてます。はい。行ってきます。ゴーリ出身のサックス奏者の安武元明と申しまして、それでよかったら、で、みうどん様って名前を今から書かせていただきたい。いいですか？いいですね。はい。みうどん様で書かせてもらいました。あ、本当ですか？ああ、嬉しいです。近くに。いいですか？いいです。結構ありますか？こちら。大丈夫か？この辺、どれぐらい？もうびっくり。すごいいい場所に貼ってもらって。本当ですよ。嬉しいね。嬉しい。花大さんのサインの隣に。ちょっといずれ花大さんと、ね、出会いそうですね。はい、という感じで、なんか回り回って、一周回ってきたね。はい、また次回の動画で皆さんとお会いしましょう。今日の動画が良かった人は、高評価や、そしてチャンネル登録もぜひ、皆さんよろしくお願いいたします。これからもゆうやとこのロケシリーズも続けて継続してね、はい、やっていこうかなと思っておりますので、皆さんと今日はおごり市そこオープン予定地を見ていきました。本日はご視聴ありがとうございました。頑張っていってらっしゃい。ハンドコンサート、今年もおごり市で6月の8日土曜日やります。第10回目です。天城線、ワクワクと期待を、ね、抱きながら、ここに、あ、これ